毎月1回エネルギー問題についてお送りしてます言論アリーナ。今日は、幼稚化するエネルギー問題論争というテーマで、ちょっと皆さんとお話をしてみたいと思います。今日お招きしたのは東京工業大学の澤田哲夫さん。よろしくお願いしそます。れから向かって右側がアゴラ研究所フェローの宇佐美則也さん。よろしよろくしおくお願いし願いしまます。す。僕最近ね、つくづく思うんですけど、2011年の福島第一原発事故の直後は皆さんこうパニックになってね、非常にこう原子力に対する極端な議論が横行したんだけども、その後多少こう冷静に皆さん議論できるようになったのかなという感じがしてきたんですが、最近小泉元首相を先頭にしてですね、なんかこう昔のこう極端な話がまた勢い盛り返してきたような気がするんですけど。そうですね。だからいくつか要因があると思うんですけれども、例えばその太陽光パネル、これがすごい勢いで増えましたよね。それで日本のフィットはどんどん下がってきてるんですけれど、一方でなんかちょっと実態よく分かんないんだけれども、その中東サウジとか UAE で、太陽光発電のコストがですね、もう2円とか、そんなレベルになってるっていうんでね、自然エネルギー財団とか行って講演会行くと、そういう話で盛り上がってるわけですよ。まだまだイケイケどんどんだと。それで一方、それ発電側ですけど、受電側っていうのかな、買う方からすると、今度はアップルとかね、RE100 つって、もうリニューアブルエナジーしかうちは使えませんっつってね、それをぶち上げてて、なんかね、どれも下に見るとバブルっぽいんだけれども、そういうのに浮かれてるその人たちがいて、それで小泉さんのようにね、ワンフレーズで出てきて、もう原発ゼロだっつうんで、もう再エネ100%でできるんやといいうや、ね。だからそういうなんかね、ちょっと見てると、あれ非常に危ないというかね、脆弱な感じがして、そのまさにバブルが弾けるもう前夜って感じなんですけどね。いや、ね、宇佐美さんはそれずっと再エネに変わってきたわけで、どんな感じですかね。サウジとかインドとかで、キロワット、キロワット4円とか2円とかっていうのは、インフレがあるからなんですよね。インフレを除外してないんで、だんだん値段が上がっていくわけですよね。そういう国では、インドなんか特にですね、インフレがあるんで。でも日本も0%ですから、日本だったらどんな頑張ったっても10キロワットは12、3円ぐらいあ、しそんてなる。もんなんですか。いや、そうだった、今の現在の実力だったら、それはきつい、それもきついですね。最近やっぱりこう、事故増えて、だいぶその建築規制が厳しくなってきたんで、建築規制っていうか、この構造確認とか求められてきたんで、そのコスト上がってて、だからもうちょっときついですあんまよね。り言われないですけど、もうご存知のようにね、ドイツがフィードインタリフからフィードインプレミアムになったでしょ。要するに市場で売れないんですよね、あれね、質が悪すぎて。だからお隣のポーランドに回したりとかしてるじゃないですか。日本なんかそういうことできないから、これからその質の悪いね、変動電源っていうのは本当どうやって付き合っていくのかっていうのは非常に大きな問題ですよね。僕やってる身としては質が悪いとは言えないんですけど、でもまあ確かに、その安定はしないんですけど、やっやっぱぱ周波数特性が悪いですからそうね、でそれで周波数乱れるって、周波数の話なんてちょっと難しいじゃないですか。一般人は分かんないから、なんかその量取れればいいと思ってますけど、もう時々刻々変動してるのはね、これ送電網の中で周波数を安定させるのすごく難しいんですよ。高調波が出ちゃうんですよね、どうしてもね、量が多いと。ただね、公平で見ると、その事故の直後というか、民主党政権でその FIT が始まった頃なんかは、僕も含めて、その再エネなんか大して頼りにならんだろうってみんな思ってたのが、それがコストがどんどん下がってね、昔に比べると結構それなりに使えるエネルギーになったってことは、公平に見て間違いないですよね。そうですね。だいぶ安くなったんで、当初よりは。そこはね、僕は再エネにちゃんとね、それなりの存在価値を認めるっていう必要はあると思うし、それからそういうものがなるべくその社会のインフラとして使えるようにするっていうことはいいと思うんだけど、今度はこうそれがこう極端に行き過ぎて、再エネ100%でできるってね、小泉さんなんか言い始めてるでしょ。あれはどう考えたってできるわけない。アメリカでもね、
グリーンニューディールっていうね、あのオカシオコルテスっていうね人気者の議員が再エネ10年以内に再エネ 100% にするってね、それは今度共和党がじゃあそれやるとしたらいくらかかるかって計算したらなんか3兆ドルかかるとかもうアメリカではもっとひどい話になってるわけですよ。これもねある種のこう、まあ、さっき佐藤さん言ったけどバブル的な様相を呈してますよね。そうですね。それでね、ドイツがいい例ですけれど、まあ、ドイツは、まあ、バイオ含めて4割ぐらいやってますよね。で風力が結構入ってるんだけど2割以上ですか。太陽光は大して入ってないんですよね、うん、まあ、10% 切るぐらいなんですよね。それであのこれは、電気学会に出た、まあ、ちゃんとした論文なんですけれども、その風力にしろ太陽光にしろ2割ぐらい入ってくるともうそれ頭打ちになると、うん、あとはもうコストがどん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 上がっていってですね、全く現実的じゃない。これはですね、日本の今言った研究者もそういう、うん、分析を出してますし、うん、アメリカの MIT なんかも同じような結果出してますね、うん、だからそれに対してその再エネ 100% は非常に反発してるんだけど、うん、どうやらそちらあのその頭打ちになるっていうかリアリティがあってですね、うん、そうするとどうするかっていうことですね。これ一つはあの再エネどんどん増やしていくとその1日単位での変動、これ揚水発電で1日単位の変動を吸収できる、うん、ある程度吸収できるんだけれど、はい、再エネを増やしていくとですね、季節をまたいだその平準化っていうのがどうしても必要になってくるんですね。年間で平準化しようとすると、まあ、日本の場合ですね、年間の総需要の電力の2割ぐらい1割2割ぐらいの蓄電池がないと持たないと、うん、蓄電池はそれだけ調達できるかどうか置いといてですよ、今一番安いのがナスで、大体キロワットアワーあたり5万円かな、うん、それで換算しても驚くべきことにですね数千兆円ですよ、うん、数千兆円日本の国家予算の60年分ですよそれぐらいかかるってね、うん、もう馬鹿げた話ですよ。もうそのリアリティに残念ながらあちら側の人は全く目を向けようとしないんですよね、うん、だからね、再エネ 100% でやるっていうことはもう物理的に不可能なわけだから、つまり原発をどんどん、いや例えば彼らのように今すぐ原発を全部止めるということをやった場合にその代わりになるのは火力発電しかないわけですよね。そうするとそれは CO2 排出量がもう絶対に増えるわけですよ。そうするとね、今度は厄介なのはその2030年までに CO2 を 26% 削減するというふうに日本は世界に約束しちゃってるわけだけど、これとの整合性は一体どうなるのかって役所はどういうふうに考えてるんですか。役所はその再エネ 100% でコミットしてるわけじゃないんで、そうそうそう、役所はもう原発稼働して達成するっていう考え方ですよね、はい、やっぱり 26% は役所としてはかなり真面目にやんなきゃいけないと。環境省がやっぱあの、まあ、他の省庁は別として環境省と、うん、あとまあ農水省ですね、うん、が存在意義なくなっちゃうんで、うんうん、だから何としてもいい。環境省はニュークリア大嫌いでしょ。いや嫌いなわけじゃないんですよ。そうです、彼らはで内部に一応ニュークリアがないと、うん、あの存在しえない機関を抱えてるんで、規制委員会で、規制委員会、規制委員会だ、そういうことだ。規制委員会だってニュークリアなくてもいいんでしょ。あ、全然やる気ないじゃないですか。あ、やる気ないんじゃなくて、変な方向のやる気ばっかりです、ね。まあ、規制委員会も規制委員会なくなってしまったら本当に仕事が全くなくなっちゃうわけなんで、だからまあ環境省としては、まあ、なるべく少なくするって考え方ですよね。原子力。その辺はね、アメリカの動きと比べてみてちょっと面白いなと思うのは、アメリカの反原発っていうか環境団体の中には原発に反対する人々と再エネを進める人々がこう同居していて、あの僕なんか見るとこう老舗のね、あの UCS とかっていうそういう、こう科学者の専門家の団体の方はそのやっぱ CO2 を減らすっていうことの方がリアルな問題だというふうに考えてて、最近彼らが出した提言なんかは CO2 を減らすためには古い原発を延命することが一番コストの安い方法であるという提言を発表したのね。でこれはそのなんていうかな、環境団体の中でも非常にこう反発を呼んでて、なんか彼らはねそういう、こう原発推進派に転んだみたいな話になってるんだけど、僕は日本でもいずれそういう議論は出てくるんじゃないかなと思うんですけどね、うん、だからその今研究結果出てますけれども、やっぱその脱二酸化炭素 CO2 でやっぱり
あのニュークリアをねある程度入れないと、うん、とてもそのここ将来数十年のうちにはできないと、まあ、さっき言ったようにその、リネーブル 100% っていうのはありえない話なんでね、うんまああの例えばアメリカでいうとハワイ州なんかはリニューアブル100でやるって言ってるんですよね、まあ、あれ人口140万ぐらいしかないですよ、うん、だからあの火山島でしょ大体、うん、だからあのアイスランドみたいなねアイスランド30万で、うん大体地熱かなんかでほとんどやってるんですよ、うん、そういうモデルがあるんでハワイ州はいいけれどそんなカリフォルニアとかね、うん、あんなその大きな人口と、うん、それからいろんな産業を抱えるところはね、うん、リニューアブル100なんてとてもできないですよ、うん、だから彼らはクリーンエネルギー100なんですよね、うん、クリーンというのはリニューアブルプラスニュークリアであり、うん火力も CCS 込みだったら入ってくるわけですよ、うんうんうん、そういうのが現実的な選択ですよね、うんまあ、CCS 結構難しいと思いますけれど、うんはい、あとはアメリカは広いんで、うん、太陽光にしてもこう、うん、発電時間がずらせるわけですよね、うん、だからまあ送電網がちゃんとしっかりしたら、うん、ある程度時間帯見れるってなるんですけど、うん、日本だとさらに厳しいですからね。そうですね、全部同じ時間帯ですから、うん、でヨーロッパの場合はね、ドイツなんかもその隣の国から電力輸入できるっていうのはあるけど、日本はもうそれもできないわけだから、うん、そこでねとにかく原発を全部シャットダウンして、その再エネ 100% やりましょうっていうのは、これはもう政策提言として成り立ってないわけですよね、うん、だからそのまさにね、うん、国家の政策を担っているところはちゃんとそのミックスエナジーあのミックスやりましょうって言ってるじゃないですか、うん、これなんかそのね、まあ、あの小泉さんはじめですよね、原発ゼロだって、うんまあ、ワンフレーズでまたやってるんだけど、うんまあ、あれまたみんな騙されるんですかね。いや、あれはなんでああいう声が出てくるかというと、うんまあ、太陽光産業がもう今本当消滅の危機にあるわけですよね、うん、あ、そうなの。もうあの新しいものもフィット価格下がりましたし、うん、総配でも待って新しいものを作れなくなるんで、うん、あと2年ぐらいしたらもう本当にもう新しいものを作れなくなるんで、うん、ほとんど潰れちゃうわけですよね、うん、だからこの不安をどういうふうに解消するかっていう問題で、うん、まあ、その今の業界団体はまだまだ入れるべきだっていうので、原発動かなければもうちょっと送電網に入れられるから少しでも延命できるみたいな話なんです、うん、だから、ね、その送電網に意地悪されてるとかいう話はね、うん、もうご存じのように、そうそう、送電網ね、今5割上げとかなきゃいけないとかそういうのあるんだけど、うん、あれはできるだけ入れましょうっていう方向になってますよね、うん、それで見直しかかってる、うん、だから送電網にが開けてくれないってそういう話、それあるけど、その話に限らないんですよ、うん、そんなことよりももっと大きなその、うん、なんちゅうのかな、不可能性があってですね、うん、その場合はどうしようもない、うんね、さっき言ったようにそのやっぱり2割ぐらい入ってくるとあともう頭打ちになって、それからどうしようもないっていうのがね、これが今の研究成果ですから。だからね、その原発を今すぐ 100% 止めちゃうと火力を増やすしかないわけだけど、火力っていうのは、まあ、はっきり言って原発よりずっと危険な電源なわけですよね。大気汚染だって CO2 だってあるわけだから、うん、その原発にももちろんリスクはあるんだけど、原発のリスクとその特に石炭火力のリスクをね、どういうふうに比べるのかと。でアメリカの環境団体なんかはやっぱり客観的に見て原発のリスクよりも石炭火力はよろしくないんじゃないかと。でこれはこれでまた石炭火力に投資しちゃいけないっていうねそういう動きがね世界的にまた強まってるでしょ。いや、じゃあどうすればいいのかということですよね。いや、どうすればいいですかね。だから僕から見る風景は、うん、あの業界の生き延びる道っていうのがどこにあるかっていう、うん、太陽光業界ですよね、うん、ことだと思ってて、でまあ現実的にはそのもう系統に入るっていうよりは、うん、もう自家発電用途が増えていくわけですよ。なんでかっていうと、うん、それはもうマッチポンプかもしれないけど、うん、電気料金が上がってるんで、うん、付加金で、うん、だから自家発の経済性がどんどん上がってるわけですよね、うん、である程度太陽光になって、あ、なるほど、そういう方向に、うん、その誘導、もっと自家発に太陽光を導入する方向に規制導入してある程度の市場パイ確保すれば、うん、自然となんか変なことが収まっていくんですよね、うん、ただまあ問題はそのそういうそのことを提言できる業界団体がなくて、うん、すごくなんかこうなんかある種宗教的な業界団体が多いっていうことが問題なんですけどね、うん、誰かか太陽光発電協会とかあるじゃないですか。太陽光発電協会はあのメーカーとかその、うん、その機器の協会なんで、うん、だから全体のエネルギー政策をそれほど本当は近い、うん、特に太陽光事業者の協会じゃないわけですよね、うん、事業者の協会ないんですよね今、まあ、ようやく最近できてきたっていうことで最近慌てて、うんうん、
まあ、小泉さんなんかのね、あの団体がある種そういう役割を果たそうとしているようにも見えるんだけど、どうもね、僕はあのこの手の話はね、やっぱりそのちゃなんていうかな、こう建設的にならないというかね、アメリカだとやっぱりその CO2 の問題とそのまあ原子力放射能の問題をどっちがあの優先順位高いのかっていうことについて、こう数字をベースにした議論をねしてるんだけど、日本はもう最初からもう放射能はなんかその原子力が事故起こったら日本滅びるみたいなね、あの城南信金のね、あの彼みたいな、もうそう小泉さんもそんな感じでしょ。とにかく原子力で事故起きたら日本滅びるんだから、もうそれよりは他のものがもう絶対いいんだと。城南信金のなんかもう分かってると思うんですよね。あ、そうなんですか。で、彼らあれはビジネスだと思うんですよね。やっぱ今低金の時代で 2,3% 確実に何十年も取れるビジネスって少ないですから、うん、不動産 もうちょっともう最近厳しいですから、うん、じゃあ地銀とって太陽光って生き残る上ですごく最適ですよね、うん、だからそういう目を潰さないように。ビジネスって言ってもあんな公共の電波の上で堂々と嘘つくのは良くないですよ ねそうなんですよ、良くないですけどだからそれはなんかこう分かってないふりをしてるってことだと思うんですけどね、うん、そのもしくは思ってるふりをしてるっていう、まあ、そでもやっぱお金がそっちに回ってるってことは大きいんじゃないですかね。あ、それは大きいと思いますね。再エネにお金が昔に比べたら段違いね、その FIT の部分でまあはっきり言ってこう濡れ手に泡みたいで儲かるっていう部分があったじゃないですか。今はもうあんまりないですか。いや、まあ今は寝てあってか金融機関にとってみればまだ案件があれば貸し出すので、うんうん、で案件が細ってくると貸し出す先がなくなるっていうことですよね、うん、だから 0% で借りて、まあ、お金は調達できるわけなんで、うん、それをまあ 3% とか、まあ、4% いかないか、うん、で使えたらずっと20年間利益上がるわけで新しい案件がなくなってもらっちゃ困るっていうそういう考え方だと、うんうん、やっぱりそっち側の人にはそれなりのインセンティブがあるわけですよね。そうですね、ただねやっぱこっち側っていうかその朝まで生テレビで言うとあのカメラから見てこう左手の側の人々はね最近こうやっぱり元気なくなってきてるのはなんかそういうこうインセンティブがあまりないっていうかね。今年の初めに経団連の中西会長はね、この原子力の問題について国民的な議論をしようというふうに呼びかけられましたよね。あれ最初聞いた時はあれ僕もなんかこうなんかそれなりの覚悟があってこう財界として何かこうコミットするのかなと思ったらなんか小泉さんの方からねおおやろうじゃないかって言ったらなんかこっちの方からちょっと小泉さんは嫌だみたいな感じでなんかその一応この間報告書をね出しましたよね。であそこではまあ従来通りというかその原発はこれからも必要なんで建設しなきゃいかんとおっしゃるんだけど、それ財界がそんな評論家みたいなこと言ってもしょうがない。財界でどこの会社が新しい原発作るんですかと。日立がねあの、うん、英国でまあ辞めちゃったでしょ。辞めましたからね、うん、もう全部火が消えたようなもんですよ、うん、インドもダメでしょ。で高温ガス炉の、うん、なんですかポーランドがどうなってかわかんないですけど、うん、だからねその赤西さんがこうこう引けたのは、うん、やっぱりあれね多分小泉さんあんまり出てこないですよ出てくるのはねあのねうるさいやつが出てくるんですよ、はいはい、で多分わーわー言うんですよね。いやそれはちょっとそのもうどうなったかおっしゃったのかもしれない差別し、うん、アドバイスしたんでしょうけど、うん、そういう討論とかねお話につなきゃならないんですよ。そうそう劣化してるからね、うん、だからそういうことですね。でだからその浅沼でもあのお隣に与党系の人がいましたけれども、うん、やっぱりその新増設どうするんだって話ね。そう自分たちが何かやるっていうならね何も言えませんよ。何も言えませんよ。だって今、ね、政府っていうかねあの、うん、政権がそんな何もそういう態度を決めてないか、まあ、何ていうか言わない状況ですからね、うんうん。それで政権も自民党もね、なんかこう具体的にそういうなんかこう新設する手立てを立ててるわけでもないでしょ。みんな自分はやらないで、なんか CO2 削減のためにはやるべきだみたいな理屈だけ言ってると。だからその計算延長のあたりではね、例えばその小型モジュールとかの、はいはい、まあ、研究をやるとかね、うん、そういうなんか。まあ動きはあるけど、うん、まだ何もやってないですよね、うん、だそういうなんていうのかなイメージだけは
ちょっとは共有してるんだけど、うん、実際に踏み出すところ具体的なそのプロジェクトではこういう方針でいこうっていうのは、ね、ないですよ。アメリカの方がまだありますよ、うん、アメリカ新設してるし、うん、そのモジュラー型に関してもかなりその具体的なね、うん、なんか実験炉を作りますもんね、うん、だからそういうところに日本もコミットしていくっていうんだったんだけど、それも やってないでしょ、うん、やるようなまあ話だけはね、ポツポツとあるけど、やっぱりね、この手の問題はこう、まあ、安倍政権内閣の問題もあるけど、内閣の方針っていうのは自主的に経産省が決めると思うんだけど、どうもちょっとやっぱり経産省の姿勢が僕が見ててもちょっとはっきりしないなっていう感じだけど、うん、どうなんですかね。だから僕もあんまり言いづらいんですけど、うん、でまあ、まあやっぱり経産省、今の内閣ってよく経産省内閣みたいなこと言われて、はいはい、経産省が影響力強いみたいなことを言われますけど、うん、まあ実際は違いますよね。あ、そう、経産省出身のその官邸官僚が多くて、官邸官僚が物事を決めてるっていう、うん、大きな方針決めてるってことなんで、うん、まあ、経産省はどう思ってるっていうのは官邸がどう思ってるかっていうこと意向の方が強く反映されちゃいますよね。やっぱ安倍さんの中でやっぱ触りたくないっていう頭はやっぱあるんじゃないかと思いますけどね、うん、ただそれでもやっぱり来年、今年かな、多分今年中に6カ所の竜巻防護の工事終わっちゃうんで、どうするかっていう問題ってのは一つトリガーかなと思いますけどね。まあ、それでも、核燃料サイクルの話はね、ちょっとまたコミット話なんだけど、その2030年までにある程度こう、まあ、なんていうかな、新設は無理でも、まあ、延命するとかね、あるいは増設するとかなんかしないことには 26% の目標はまず物理的に達成できないわけですよね。やっぱこう、なんかこう、あの止まったのに恐縮ですけど、うん、やっぱり6カ所とやっぱ大間ってほぼセットの議論なんで、うん、大間どうするって話になるわけですよね。大間作りきるのかって、あ、まあ、作りきるかどうかですけど、まあ、どうなんでしょうかね。あれは半分ぐらい止まったものですからね。まあね、早くその建設再開すべきだと思うんですよね。その準備をしてるんですけれども、やっぱオーマーがね、あの、まあ、フルモックスっていう、うん、まあ、プル全部入れるわけですけど、うん、まあ、それがあるとないとだと大きな違いがね、プルトニウムのその収支で出てきますので、うん、まあ、やっぱオーマーっていうのは、まあ、あの非常にそういう意味で有望なね、うん、システムなので、うん、動かさないといけないですよね、あの建設して、まあ、やっぱりね、こういう問題っていうのはトレードオフがね必ずあるもので、そのトレードオフの中でこうどこを選ぶのかっていう目なんか基準がね必要だと思うわけ、うん、でその優先順位がね日本の場合はあんまりはっきりしてないというか、あのヨーロッパアメリカもやっぱり CO2 の削減にはかなり強くコミットするようになりましたよね、うん、日本もやっぱりそうせざるを得ないっていう感じかな、うん、まあ、もちろんそうなんですけど、うん、ものすごい日本がその CO2 削減に近いというわけでもないですよね、うん、やっぱどっちかって言ったら私から見る風景ですけど、うん、まあ、核燃サイクルをなんとか形をあの崩壊させずになんとか堅持さ、うん、先送りするっていうことが一番の面倒よ、ね、それが一番の優先順位なのだと思いますよね。やっぱそこだけは何の回答もないし、もう差し迫った問題になっちゃうんで、止まっちゃったら、うん、すぐに一連問題に発展するので、それってやっぱり、そこが問題を切ることが全省庁にとって一番の問題なんで、あの その通りなんですけども、うん、その話で言うとヨーロッパの中でも、まあ、いろんな国によって違うんですけど、まあ、とにかく日本の特にその再エネ派の人たちは、うん、まあ、ドイツだって言ってるんだけれど、ドイツは2011年以降ほとんどその CO2 の排出量って横ばい状態ですね、うん、で微増してる感じですよね。というのは何かというと、彼らはその再生可能エネルギー、不安定電源、変動電源を、まあ、あのできるだけ導入してるんだけれど、そうするとさっき言いましたように、不安定電源はバッテリーのような蓄電池のようなものでその、うん、サポートするか、うん、あるいはその火力発電でね、あのバックアップするかしかないんですよ、うん、今のところね。で現実的には蓄電池はそんなにあのバカバカ作らないし、コストめっちゃ高いですからね。現実的には火力発電で、バックアップですよ、はい、だからドイツはね、再エネ増やしてますよ。去年4割ぐらいでしょ、うん、だけど CO2 全然減ってない、うん、だから火力たきましてバックアップでよく使ってるってね、再エネ増やすと火力も増えて CO2 が減らないってね、うん、これパラドックスですよ。
だから日本の再エネ派の人たちはドイツドイツって言うんだけど、ドイツはそういう意味で失敗してるわけですよね、うん、あの大転換といって、まあもう一つはね、 CO2 を削減するっていう目的をどこまで真面目にやるかという問題もあって、まあ、そっちに言ってパリ協定には別に法的拘束力はないわけで、まあ途中でちょっとこう見直すなり、あるいは協定提唱の時みたいにこう金でごまかすなりね、なんかこうそういうふうにこうゴニョゴニョっとやるしかないのかなと。ゴニョゴニョっと、まあ、農水省がねこう腕を回しますよね。森林吸収分だって言って林野庁が、林野庁が頑張るんですけど、うん、林野庁今ね多分一番気にしてるのはそのパリ協定とかね、下手したら林野庁ですからね、うん、そこでしかお金取れないですから、うん、でまあでも、まあ、あとのドイツの話に戻りますと、はい、ドイツやっぱこうあの家庭にその賦課金をすごい寄せてるんですね、うん、産業用はほとんど賦課金乗せないで、産業賦課金を、うんうん、だから家庭側がめちゃくちゃ高いですよね、電力料金が、うん、でそれでだからそのかあの地域で電力会社が再エネ成り立つっていう構造があるんで、うん、日本もそこまで振り切れるからですよね、こう所得が伸びない中で電力料金どんどん伸びていいみたいな、うん、だからあの産業は賦課金かけないんで、うん、個人にかけない、ドイツは経済成長してたからその飲み込めたわけですけど、賃金上昇もしてたから、うん、日本でやるのはきついと思いますけどね、うん、そういうことはやっぱりドイツの成功例だって言ってる人が言う、うん、もう言わないのはちょっとずるいなと思いますよ、うん、やっぱりね、その日本の場合はこう隣に中国っていうね、あのなんかそういうことはある意味ではこうなんていうかエネルギー問題についてはやりやすい国があってこうそことね、これからこうどんどん差がついていくんじゃない？あとあのちょっと中国の話だと、もう中国の石炭、多分おそらくですけど、石炭火力の影響で今韓国がひどいことになってるじゃないですか。もう本当にこうソウルだとなんか1キロ先が見えないみたいな、あれがもうこのまま日本に来たら大変なことになるんで、うん、やっぱり中国に何とかしてもらわなきゃいけないんで、うん、やっぱ中国には原発入れてもらわなきゃいけないっていうのはと思うんですけど、うん、それで日本はいないってちょっと変な話だなとは思うんですよね、うん、で中国は、ね、まあ、再エネを一時一生懸命やったけど、今はまた原発もね一生懸命やって、うん、あの電力単価どんどんこれから下がっていって、なんか日本円で7円ぐらいになるとかね、この間おっしゃってましたけど、そういう状況になってくるとね、さっき宇佐美さんが言ったように日本の方はまあどうやってもこうもう下げ止まるっていうか上がっていくっていう状態だと、まあやっぱり一つは製造業の国際競争力にかなり影響を及ぶってことは避けられないですよね。いやもう電力消費が多い産業はかなりきついですよね。そうですね、アルミニウム、半導体、鉄鋼、うん、だからある種の割り切りをねするしかないかなと。つまりエネルギー消費型の製造業はもう海外生産してもらうと。で、あれその何て言うかな、その家電製品とかの海外生産ですけど、うん、要するに彼らが言うのは金型産業ですよね。あのマザー、マシン作るその金型、要するに鋳物ですよ、うん、これがもう今あの絶滅の危機です。これがおっしゃると、うん、もう日本は製造業から全部手を引くってことになりますよ、うん、あと自動車ですよね、うん、同じ一応トヨタはねまだなんか国内で300万台とかやって頑張ってるけど、あれもねその株主から見たらね、そんなこと別に頑張ってもらったってしょうがないわけで、いずれこのエネルギーコスト上がってったら自動車が日本から出てくっていう日は来るんじゃないですかね、うん、電気自動車になるでしょ。はい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 、まあ、そうなるともうおのずからあの国内の拠点減っていく可能性が高いんですよね、うんうん、やっぱり本当は電力料金の目標とか政府が持った方がいいと思うんですけどね。今高圧がキロワットは20円ぐらいになっちゃってますけど、うん、ちょっと高すぎるんで18円とかね16円ぐらい抑える、うん、あの付加金込みで、うん、目標持った方がいいと思うんですけどね。そうするともう家庭用は上げてもいいと、うん、家庭を上げるか原発稼働するか、まあ、両方ですけどね、うん、まあうん、セットでやっていかないといけないなと。まず今の何ですか、再エネ賦課金やめましょうよ年間に2兆円以上いかがでしょ、うん、だって伊沢さんが出たってことだけど、うん、外国人はもうどんどん値段下がってるんだっつってね、大変、うん、じゃあそんな賦課金なんかいらねえじゃんっつって、うん、そしたらさっきの、このようやくなんかまた引っかかってるあの対応産業が欲しゃるわけでしょ、うん、そうね、欲しゃります。いやだからね、僕は再エネが思ったより、ね、産業としてこう発展性があるんだから、もう昔のようなねその FIT みたいなことやめて、
マーケットベースでもっとこう自由に資本主義のルールでやるようにすればいいと思うんだけど、まあ、それだと生きていけないんで、だからやっぱり生きていくためには付加金を家庭に寄せて、で家庭の自家消費だとか、うん、オフィスもそうですけど製造業以外のところに寄せて、うん、でそうすると電気料金上がりますよね、うん、そうすると自家消費の経済性が上がるんで、うん、そこで需要を生み出すってことをやらないとやっぱり生きていけないですよね、再エネ業界。あ、そうですか。そのやっぱりトータルのコストとしてはやっぱり既存の電源にはかなわないと。まあ、託送料金をかけずに済むじゃないですか。あ、そうか、そうか、はいはいはい。で、なんか自家消費だったら戦っていけるんで、ただ自家消費でもその低圧だけだと市場が小さすぎるので、うん、高圧の市場で戦っていくようにならないといけないんで、うん、やっぱそうすると商業施設とか、まあ、製造業は、うん、あの付加金そんなかけないで逆にこう他のところでかけるっていう判断しないと、うん、やっぱ日本の再エネ業界生きていけないと思いますね、うん、それはねやっぱそれこそね本当は業界団体が言わなきゃいけないことだと思うんですけどね、うんうん、まあ僕は長い目で見るとね、そういういわゆる分散型電源がこうちゃんとマーケットで競争するっていうのが理想論を言うと望ましい姿だと思うんだけど、やっぱ補助金なしではなかなか戦ってはいけないんですか、再エネ産業っていうのは。まあ、まあ、その付加金の寄せ方は補助金というかどうか分かんないですけど、うん、まあ、今の日本だとインフレがないんで、うん、やっぱりきついですよね。その当初の 0% がずっと続くとなると、うん、やっぱりきつい。まあ原価でやっぱ、まあ、キロワットアワー14-15円ぐらいなんで、うん、まあ、そこのラインで保ってもらえるときついですね。意外とそれほど再エネの未来っていうのはそれほどバラ色でもないんですね。バラ色ではないですね。むしろなんか技術進化がそんなないんで、技術進化ないからこそフィットができるんで。でももうパネルの単価なんかどんどん下がってるじゃないですか。パネルの単価が下がってるのは、うん、その参入が容易なんで、うん、定期的に市場が崩れるんですね。だから中国って必ずその太陽光の1位になると、必ずじゃないですけど、うん、今までは太陽光の1位になるとその会社が潰れるっていう構造があるわけですけど、うん、そうするとまあ在庫処理とか、あとまあモデルが変わってくるんで、うん、その時に放出されるので、うん、そういうもので安くなるわけですけど、まあでももうタネルはもうかなり限界来ていて、だむしろ今建設コストどう下げるかっていうところがメインなので、うん、どうやって効率化して、だからそんなにもう下がらないですが、インフレない国だともうキロワットは14とか12とか、まあ、日本地震多いですし、地震多いんで構造、あの課題の設計だとか、うん、の建設にどうしてもコストかかっちゃうんで、日本だったら14-15円、まあ、一定12円ぐらいかなと思いますけどね。採算取れるラインで12円キロワットぐらいと思いますけど。ドイツは今10円ぐらいでしたっけ。ドイツは地震ないんで、やっぱりこうあの例えばこの、あの課題の柱が1本で済んだりするわけですよ。日本どうしても必要なんで、うん、そうなるとやっぱり結構きついですよね。その辺で頭打ちをする。そうなるとやっぱりなんか、まあ、実質的にはその原子力がダメだっていうなら火力をやるしかないわけだけど、原子力か火力かっていうことをちゃんと社会全体でね、そのコストと便益の比較をするっていう真面目な議論が僕やっぱり必要だと思うんですよね。そうですね。その通りですね。どうもやっぱり日本はね、まだまだそのこう感情論が先走っちゃって、ね、小泉さんとか出てきて、またそのワンフレーズでね、うん、前回しをやってるってのは本当に困ったことでね、うん、それにあのその再エネ派の人たちもね乗っかってるじゃないですか、うん、あの構図が非常にまずいと思います。だ再エネ派がこう市場縮小してこまちゃまずいんで、うん、世論をまあ煽って、うん、なんとかその延命するっていうそういう回り方してるわけですけど、うん、こっちの逃げ先を作らないと、うん、ついと思いますね。うん、だ逃げ先やっぱりこう自家発市場をどうやって広げるかっていうところになるわけですけど、優勢火力、前貸しの優勢火力これでまた20年ぐらい日本は賃貸しますよ、こんなことでやってたらね、20年以上。だからビルのね、あの、うん、税務規制とかですか、うん、ビルのエネルギー消費をあの下げろみたいな規制導入すると一気に太陽光広がっていくんで、自家発の、まあ、そういう方向だと思いますよね。うんうん、そういう、こう分散型電源を補助するっていう方向でやると。そうですね。まあ、それはつまりどういうことかっていうと、家庭の方に付加金を寄せるってことなんですけど、はい、なるほどね。うん。僕はそれはあり得ると思うんですよね。だからそういう意味で再エネと原子力のこう役割分担をね、冷静に考えた方がいい。で、最悪なのはやっぱり火力がどんどん増えるっていうのはね、まあ、絶対避けなきゃいけないと思うんですよね。どうもね、その辺のこう政策の優先順位がはっきりしなくて、まあ、安倍さんもなんかこの間は
福島第一にね、なんかスーツ着て行かれたそうですけど、いやまあそういうことよりも、これどういうふうに安倍さんが考えてるのかっていうのがちょっと未だに分かんない。本当に安倍さんが大間をどう考えてるかは本当知りたいんですよね。あ、ということで、どうもね、世の中ではちょっとこう論争が幼稚化しているように見受けられるんですけども、事態はかなりこう悪くなってきてるんで、もう少しこう建設的な冷静な議論が必要ではないかと思います。どうもありがとうございました。ありがとうございました。